さあでは行きます。一人で来いとのことなので、まあいいか。こっちはちなみにもない。とりあえず言われた通り行ってみよう。トピックシャー。さあ入りたまえ。ほんまにおるんやね、これは多分。ああ、またこの部屋来た。また会えて嬉しいよ、チタン。仲間は無事なんだろうな。おやおや、通り着く島もないね。そこを覗いてごらん。覗く？そっから見えんの？捕まっとるやん、結局。え？心配しなくてもいいよ。ちょっと眠ってもらってるだけさ。さあ、グルグストーンを渡してもらおうか。でも逃げたんじゃないの？チタン一人で大丈夫かしら？他のみんなも無事なのかな？騙されてんちゃん、チタン。ほら！チタンは、一人でクジャのところに行ったわ。けどみんなどうやって出てきたの？実はの、今そんなことはどうでもいいよ。早くチタンを助けに行かなきゃ。ゴー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 ！ゴー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 ！あれ？エイコ？もう何なのよ。しまった。おじゃる丸。うわー。さあ、グルグストーンを渡してもらおうか。いや、中入ってきてるよ。この野郎、どこまで卑怯なやつなんだ。ふふふ、そんな言葉聞き飽きたよ。さあ、渡すのか渡さないのか、どっちなんだい。チタン、渡してはならぬ。来た。じゃ、ここにいるのは、これはちょっと計算外だね。そうだよ、この中にいるのは偽物さ。でもこれで勝負が決まったわけじゃないよ。戦おう。パーティー選んでないしな。キャー、何すんのよ。子が、このシノ様が助けてやるけろ。なんでおじゃるか、このカエルは。カエルなんてこうしてやるでおじゃる。無牛あけ、ケロ。やっぱりダメか。グルグストーン取られた。残った余計な奴らを殺して、グルグストーンを君から奪ったら君たちも処分してしまうつもりだったが、とりあえず彼女とこれだけはいただく。彼女？エイコか。エイコ持っていくん？うわー、マジか。クソ、反応しないぜ。ジタン、ヒルダガルデである。クジは追うぞ。どうやって追うの？うわー、どうしよう。ビビか変神様か。変神、変神行こう。どこに隠れとってん、あいつら。この柱の裏に隠れとったんや。にもあらへん。乗れるんか、ヒルダガルデ。手に入るんやったら嬉しいっちゃ嬉しいですけどね。なぜエイコを連れて行った理由がわからん。当てやれ、当て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 。ないやん。めっちゃない、綺麗にない。でも、クロマ同士が塞いどった入り口は、行けるようにはなっている。きれいになくなってる。ぶん殴ってやれよ。おら、ゲップしろ、おら。よし。変紙の通りじゃい。レベルアップゲットということで、変紙の装備を変える。どれ行こうかな。満月の心行きますか。結構いいのありますけどね。癒しのもあるやん。癒しのはこいつはいらんけどね。3つともっていうのはちょっと嬉しい気もしますけどね。
癒しの行けんねや。両方毒味やなこれ。まあいいか。カウンター、まあまあまあいいか。よし、なくなってんじゃねえか。おい、畜生、逃げられちまったか。あ、シドウ、シドウいる。ブルーナルシスで追いかければまだまだ追いつける距離じゃけど。なんだそれは、ブルーナルシス。3号機か、ブルーナルシスは。そんなもんあったんや。これか、ブルーナルシスはどこにおんのよ。初めて聞いたで、今初めて言いましたよね。そんなブルーナルシスなんて急に言われても、どっか置いてあんのか。どこよブルーナルシスは。え、乗ってきた船のこと、ブルーナルシスは。めっちゃ逃げとんねこれ。これ逃げとるんですよねこれ。あ、追いかけてる、追いかけてる、来た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 、ブルーナルシス、ゴーゴー、ブルーナルシス、すごい速さ、追いついてるし、飛空艇追いつける船ってすごない？めっちゃすごいぞ。じゃあもう止めるやろ。うわ、氷の大陸来た、閉ざされた大陸。待てよ俺。待てこれ。なんだか変な建物に向かってったぜ。一体あの先何があるというのじゃ。あいつが何考えてんのかなんて分かりたくもないが、それにしてもどうしていこう。よくは分からんけども、あのお嬢ちゃんも召喚獣を使うけど。そうだけど、まさかあいつまたベティから奪ったように。マジか、あいつの思い通りなんてさせやしないさ。行こう。っていうかベティもそろそろ喋ろう。もう長いで、何してんねん。これで行く。そろそろ喋ろうベティ、ええ加減。もうこっちもね、堪忍袋の方が切れる、ほんまに。これ以上は、ま、前来たとこ、来たとこね。さあここですけど、エストガザ、そんな名前でしたか。エスタヘル、いない、誰もいない。これはでも今初めて来たとしたらわからない光景ですよね。ほんまは誰かおる、みんないましたから。敵がいる。最近観光として来といてよかったっすね。クジャたちがやったってことなんやろね、これは。一回も来てなかったらただのダンジョンに思うけど、そうじゃないのよ。聖地ですからここは。聖地を望む場所、ガルーダ。ファイか、こんな見た目でファイがいけんの自分。安そうなやつやで。最初の方の山におる系のやつですけどね。そろそろこちらも崖のね、アビリティもらえてもいい頃合いですよ、本当に。ストップ、ストップイット、トランスしてるやつをストップイット、やるね。まったくやるじゃないか。時短をストップイット、引かねえんだよ。よっしゃ、すごいなファイガー。弱めのファイガではあるけども、まあこれでも700強いね。よし、ドクター、押したいな。そろそろ動こうぜ。すげえすげえ、全体攻撃なんかもできる、強いね。雑魚としてはかなり一級品の強さ。よし、
さあどうした、おるな、あいつは一応おるな。あ、こけた。何ですか君たちは。ここは神聖な地、もう少し静かにしなされ。いや、おうたやん一回。さっきの奴らといい、とんがり帽子どもは礼儀を知らん。来たんや、やっぱ黒魔道士兵。あんた今何て言った。ビビンそっくりな奴を見たのか。あんたとは何ですか。私はこの聖なる地、エストガザの司祭、口の利き方に気をつけたまえ。いや、だから、おうてんのよ。一回おうてんのよ。それじゃどこへ行った。その中に女の子がいなかったか。仲間の命がかかってるんだ。知ってるなら教えてくれないか。命はすべて平等、そしてすべての命は星へ帰るのです。そう、輝く島、魂の道を通って。何言ってんだよ、黒魔道士と一緒に女の子がいたんじゃないのか。私は黙って見ていただけじゃ。それに彼らはここでは何もしておらん。ほう。彼らは大勢で押しかけおった。あれが黒魔道士軍団なのじゃろう。誰もここには見向きもせずに、この先のグルグ火山の、グルグ火山、グルグストーンの、ちょっと一人なんか観光しようとしとった、ね、グルグ火山って。今でこそ活動しとらんが、この山はグルグ火山と呼ばれているのじゃ。あー、捕まっとるやん。昔はモグラと呼ばれた奴らが火山の中に住んでたという噂もあるが、それもずいぶん昔の話でな。何者かが入り口を封印して以来、誰も立ち寄らないような場所じゃ。何にもせえへんやんこいつ、ビタでまっすぐやん。もうというわけでな、彼らの目的はグルグ火山のようじゃ。それで女の子も一緒にいたんだな。そういえば黒魔道士が女の子を抱えてましたな。ええことよ、ジタン。そうと分かればグズグズしてられない。俺たちもそのグルグ火山へ行くぞ。僕も行くよ。黒魔道士の村のみんなももう分かってくれると思うんだ。そうだな、いつまでもクジラの言いなりってわけにはいかない。ビビは必須キャラ、したいな。連れていく、一応ベティさん過保護ですけどね。いや、過保護なのは分かってる。でもなー、もう連れていくしかないもんね。てやもんな。よし、ちょっ、お、あれ、ラインナップ変わってない。変わってるよな。ゾーリンシェイプ、フレイムターン、ヘビーランスだけ、シザーズファン、アスラのロッド、ヒューメルーン、八角棒、ライジングサン、ライジングサン、暗海の腕は売ってるわ。翡翠の腕は、ベネチアシールド、レッドキャップ、ロスヘルム、充実度、力出す気、ゴールドアーマー、シールドアーマー。おー、ポーションがもう売ってない。ハイポーション買い込まんと厳しいわ。何にも喋れないやつおるからな。やった、なんかいろいろ買いましたよこれ。ゾーリンシェイプ、トンズラ、何にもなしやん。まあでもあれかな、この先のこと考えたら合成とかが全然ありえるからいいんじゃないでしょうか。武器でしたよね主にね。ビビは八角棒、来た、ついに来た、言ってた通りの崖。そしてフレイムターン、マジックブレイク。そしてベティさんはアスラのロッド、おい、全部覚えとるかな、綺麗に覚えとるかな。そうですか、ミスリルラケットと能力も何も変わらないという。合成屋さんはまさかいないよな。ちょっと待って、したいなぁね。 MP 消費攻撃に変えようかな。
強いでしょう、そっちの方が。これでいいかな。この辺は何も変わってないな。変な船が飛び回ってる。こっち側行けた。マジか。ウィングエッジを手に入れた。お？武器か？違う。ウィングエッジ、なんでしょう。投げる系？ウィングエッジ、あー投げる系や。ライジングさんをより強力にした。はあ。オッケー。めっちゃ観光客戻ってる。びっくりした。ここに立ち寄ったのは君に会うためさ。いきなりもうナンパしてるわ。めちゃめちゃ彼氏いる状態でナンパしてる。一番興奮するやつですね。この辺はもう聞きましたもんね、前にね。クロマドウスも来てからこの辺に急にモンスターが現れ始めおった。あー、100ギルで休んでいこうか。今朝誰から送られたかわからないお手紙が届いてたの。なんだか怖いので一緒に読んでほしい。クポアルテミシオンからや。森下困ったことになっちゃったよ。あれを使いすぎちゃってもう残ってないんだ。予備を持ってない？持ってないよね。シクシク、どうしよう。あれダメだって言ったのに、何使いすぎたん？モランに何使いすぎたんや。コンドームかなあ。あかんつってのあんま使いすぎたらなくなるだろ。どうやって行くんやろ。開いてんのか。開いてる。よし、グルグ火山来た。グルグボルケーノ。でも街みたいになってんのは すごい。火山ですかこれ。敵は当然出るでしょうね。おおお、なんや、シャーンって言った。なんかまだ仕掛け系じゃなければいいけどな。ええおお、こういうこと。レバーを下げる、レバーを上げる、レバーを下げる。なんのこっちゃ。誰か人もいるんかな。ん？井戸はレバーを3回操作しないと動かなかった。モグラのレオ、デモンズメイ、悪魔のメイル、デモンズメイル。闇属性吸収。まあいいか。デモンズメイル。移動は3回操作する。今僕2回やりましたか。もう1回やらなあかんのか。下げる。下げる、下げる。来た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 。で、次組み上げるんじゃないの。え、明日降りれんのか。はあ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 。おい、びっくりした。なに、びっくりした。さっきの影か、これ。なんやねん。
ビビらせやがって。炎属性っぽいからスタイナーはちょっとまずいかもしれないな。赤龍、盗みにかかるか。引かねえんだよ。ツイスター、おお、まあまあ食らうね。めっちゃ回復した、めちゃくちゃ回復した。ブリザガ剣、フレームターンかっこいいやん。ビビビビビビ、効いてる効いてる、めちゃくちゃ効いた。ブリザガドン、ブリザガ剣、真空波、ザコのちょっと強いやつぐらいの感じだね。めっちゃチタンが吸収したんじゃない、ビビが吸収しまくってやばい。いや魔法剣かっこいいな、羨ましいっすね。よっしゃー、片付ける。最近ちょっとね、ジタンの武器が更新されてないのが気にかかるわ。よし、薬剤師の免許取った。こんな簡単に取れねや。結構難しいと思うけどな、試験。警戒取って、もうこいつもあんまり多分いつでもレビテッドぐらいですよね。もうほぼほぼマスターまで来ました。薬剤師の免許を取ったので HP10% アップとかから取りにかかりましょうか。いいんじゃないの、ここはさすがに魔法使いますから。あ、おった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 、エイコだよ。クジャも黒魔導士村のみんなもいる。あれが抽出の魔法陣なのか。儀式が始まろうとしてる。またまたやろうとしてるわ。あれは一緒のやつや、一緒のやり方や。何時に光明を。やばい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 。時は満たれり、時は来たれり。またや、もう同じ儀式を思い出せ。もうお前言葉を思い出せ。待てよベティ、うんうん、みんなベティと同じ気持ちだ。さあ行こうぜ、行くんかい。井戸の向こう側行きたかったな。井戸行ってもだからね、ストーリーが続いてしまった。もう抽出されたん。変でおじゃる、変でごじゃる、バザールでごじゃる。失敗、何か間違えたでおじゃるな。間違えてないでおじゃる。間違えたのはそっちでおじゃる。ガタガタうるせえんだよ、おなら。いい加減にしてくれないか。こいつが悪いでおじゃる。見にくいな。やめろ、貴様ら。僕は言い訳なんか聞きたくないんだよ。確かにこの小娘からパワーを感じたんだ。抽出できるまで続けろ。これ以上続けると小娘の体が持たないでおじゃる。召喚獣を抽出することができるのは本来、そっか、16歳から。そっかそっか、分かってないね君たち。僕はどうしてもアレクサンダー以上の力を持つ召喚獣を手に入れなければいけないんだよ。あのガーランドを葬り去れるだけの力を持つ召喚獣をね。やつのあの強さは尋常じゃない。今の僕では簡単に消されてしまう。テラの計画が発動する前にやつを倒さなければ僕が僕でなくなってしまうんだよ。小娘の体なんて知ったことか。さっさと続けるんだ。そうでおじゃるか。来た、守った。ポー、どこから出てきたでおじゃるか。そこをどこでおじゃる。怒っとる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 。ポー、小娘のそばにいた小さなモーグリが邪魔するでおじゃる。きっと心が二つあったから失敗したと思うでおじゃる。だったら殺してしまえ。グズグズしている時間はないんだよ。
怖い怖い。クポモグ。ダメよモグ、エイコの後ろに隠れてなきゃ。モグどうしたの？エイコ、今までありがとう。え？怖っ。心配ないクポ、いつでもエイコと一緒クポ。え？召喚になりよんのかな。モグ、モグ、なになに、モグめっちゃ光ってる、めっちゃ光ってる、モグめっちゃ光ってる。なんだこの野郎。エイコと1対1対2か。エイコテラフォーミングを唱えるクポ。テラフォーミング、なんだそれは。テラフォーミング、なにテラフォーミング。わー、なにこれ。うわー、え、これモグ、これやばい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 、やばこれこそでもクジャが求める力なんじゃないの。いやおー、わかったー。いやーすげー、エイコのそばにいたかったからモグの姿になってたの。でも心配しないで、いつでもエイコを守ってるクポ。なにー、エイコの中にいた召喚獣やったんや。大丈夫か、エイコは大丈夫。テラフォーミング、でもモグがエイコをかばって、エイコ知らなかったの、モグが召喚獣だったなんて。モグリの姿を借りてずっとエイコを守ってくれてたの。あんなにあんなに弱虫だったのに、とんでもない姿になっとったよ。エイコのために一生懸命戦ってくれたの。そうだったのか。は？は？リボン、リボンや、僕のリボン、ここに封印されてんねや、召喚獣として。すげえ、大丈夫だよエイコ、僕はいつもエイコのそばにいるよ。うん、すごいやん今のは。あのモーグリの魂がトランスしたのか。クジャ、環境に反発した感情の爆発、やはりそれが完全なトランスをもたらすのか。完全なトランス、それが生きようとする欲望であれ、他者を守ろうとする欲求であれ、何をごちゃごちゃとわけのわからないことを。ということは、たとえ他者の魂であっても、何者をもしのぐ強大な力を持った魂があれば。いや待て、あるじゃないか。そう、あそこにさ、笑ってる笑ってる、一体何を企んでやがる。もう君たちに用はない。魂の島に生きよるんちゃう、魂の道のところに。君たちの相手はこの双子で十分だよ。もっとも、もう双子じゃないんだけどね。え、待って、黒魔道士の村のみんなは。おいビビ、一人じゃ危険だ。お、ドックンドックン、合体しようのか。双子じゃないって言いましたもんね。ゆらーり、この野郎。エイコが加入してビビがどっか行くパターン、気持ち悪っ。え、見た目変わりすぎやろ自分ら。さすがに変わりすぎやろ自分ら。めちゃくちゃすんな。めっちゃ効いた、臭いな、やば、ワクチン、なんやろワクチン。メルティジェミニ、メルティラブやな、ウイルス煙、状態異常、これでお前らもウイルスに。なってやん、おら、しょうもないことは。ワクチンが必要になるやろ、あんなことしたら。そんなことしたかん。バイオ、
ペーストを入れてってどんどん盗んでいきましょうか。ヘイストの効果早いな、切れんの。ヘイストの効果切れんのめちゃくちゃ早くない？あかんな、ヘイスト切れるのが早すぎる。多分リジェネとかもすごい早く切れるやろうな、この感じだと。そう、全然盗めへん。なんかいいもん持ってそうですけどね。盗賊の極意を持ってしても全く盗めない。これもうスタイナ倒してまいよるだよ、これ。倒してまいそうな気がする。なんかおかしなった、なんかおかしなったよ。大丈夫？ポッポとなってるよ。大丈夫なのか？向こうもでもポッポとなってる。毒やな、あれ。猛毒パウダー。こっちは猛毒か。え、なんかベティ止まってない？大丈夫？そう、全然盗めへん。ほんまに盗めへん。なんやねんこれ。何持っとるかだけでも判断するか。羽、帰ってきよる感じが腹立つ。なんでこんなに盗めない。倒した。スタイナーが強すぎて死んじゃいました。盗むやめようかな。あれ、なんかウイルスに汚染されワクチン打たなあかんじゃん、これ。ビビ、クジラはどうした？逃げられたのか。ビビ、みんな騙されてるって分かっててもついていってしまったんだ。それなりにあいつ、そのみんなに定められた寿命を変えられるはずがないって。クジラの野郎、そんなことを。ごめんなさい、僕たちとんでもないことを。お前らのせいじゃない。他のクロマ同士たちはどうしたんだ。みんな落ち込んで向こうで座り込んじゃってる。ねえ、ジタン、こんな時なんて言ってあげたらいいの。せやな、ビビしか言えへん、それは。僕、今一緒にいてあげるぐらいしかできないから。絶対許さねえぞ、クジャ。誰かそこにいるのですか？え？躊躇ないな。誰？シドの奥さんかな。あなた方は？あの男は？クジャはどこへ？すごい美人。あいつらさっさと逃げちまったぜ。あなた方が追い払ったのですか？ありがとうございます。は？あなたはガーネット姫。ガーネット姫ではありませんか？お懐かしいこと。前にお会いしたのはもう何年も前のことでしたわ。すっかり大きくなられて。なぜこのようなところに？この人誰だ？こんなところに知り合いか？おお、愛する妻ケロ、ヒルダ、やっと見つけたケロ。カエルや。カエルなどに妻と呼ばれる思いはありません。まあ、わしじゃ死闘じゃケロ。そのヒゲは、まああなたなのですね。ヒルダは後ろに戻ってほしいケロ。そして一刻も早く元の姿に戻してケロ。あなたの大切な飛空艇をクジャという男に奪われてしまいました。良いケロ、良いケロ、お前さえ無事なら良いケロ。ああ、あなた、はよといたれや。はよといたれや。エイコ、あの男許せないの。知ってることがあったら教えてほしいの。わかりました。リンドボルムに戻ったら私の知っていることは全て教えましょう。これでもクジャにだいぶ抱かれとんな、これは。多分ちょっと指導には悪いけど、クジャに変なことされなかったケロ。女性に対しては礼儀正しい男でした。でもあの男は少しばかりおしゃべりが過ぎるようですわね。どういうことケロか。私が質問したわけでもないのに自分の目的だとかなんだとかを一方的に話してくるんですもの。聞いている方が疲れてしまいました。ちょっとそういうタイプの人やねんね。でもその話の内容はとても恐ろしいものでしたわ。はよ直したれよ。はよ、自分はこの世界とは別の世界の人間で、ほう、この世界を利用して強大な力を手にしようと、その手段の一つとしてヒルダガルで1号機を奪ったようでした。うん、それは聞き捨てならないけど、後でジタンたちにも話す必要があるけど、とりあえず私を誘拐するのが目的ではないようでしたわ。自分によって話しぶりからはかなりのナルシストだと感じましたが、少なくともあなたのような浮気者ではないようですわね。うわ、まだ怒ってる。いきなり痛いところをついてくるけどな。
もうその件に関して反省してるけど、だからこそ危険を承知でお前を助けに行ったけどよ。本当かしらね。ヒルダガルで1号機を取り返したいだけじゃなかったのかしら。嘘じゃないけど、わしが悪かったけど。だから早く人間に戻してくれんけど。もうカエルもブリムシも嫌じゃけど。もう絶対浮気しないけど、許してけど。その言葉信じていいのかしら。嘘はつかん。わしにはお前しかおらんけど。わかりました。元に戻してあげましょう。はぁ、はぁ。でも今度浮気しようとした時はブリムシじゃ済ませませんからね。怖っ。めっちゃ怖い。今度はヘッジホッグパイにでもしようかしら。それだけは勘弁してくれけど。いや、そっちの方がまだマシじゃない？わからんけど。あ？こんなんで治んのこれ。こんなんで治んねや。治ったー！おー、ついに人の姿に戻ったけど。治ってへん。これで3号機の建造に本格的に着手できるブリ。語尾が。いかん。今までの癖が抜け切っておらんわい。あなた。すまなかったな、ヒルダ。よかった、よかった。よかった、よかった。結構なヒルダのせいのもあるねんけど。まあまあ、まあ、指導のせいですけど。ジタン。ん？ベティか？喋った。ジタンさん。あれ？なんだよ、急に改まっちゃってさ。ジタンさん、起きてください。全然違う。全然違う。なんだ、夢だったのか。何の用だい？ヒルダ様がお呼びですので会議室にお迎えください。オッケー、行こうか。モック、お願いがある。クモーレ、クモーレ聞いたことないな。アモーレみたいなことやもんね。はい、じゃあセーブして次回ここから行きます。結構進みましたね。